こんにちは、ブルーホースです。ということで続きやっていきましょうか。テレレレレレレレン、ジャブジャブ様のお腹、ゲーム、ちょっと、早速、のどチンコキャッチューということでね、あれ、おめえさ、飲み込まれた瞬間に盾も失っただかっていうことなんですけど、盾失っちゃったんですよね。はい、何かというと、パソコンじゃないや、パソコンがついにぶっ壊れまして、はい。大変長らくお世話になったパソコンだったんですけれども、ぶっ壊れたことが影響したこともあってですね、ちょっと、実はこのパート撮ってたんですけど、撮り直しになっております。で、一回クリアしちゃうと、残念ながら、ああ、今回のお姫様一回クリアしちゃうとね、元に戻れない、セーブしちゃってたから、その方は何者じゃ？わらわはゾーラのプリンセスルッドじゃ。何？父上に頼まれてわらわを助けに来たじゃと？そんなこと頼んだ覚えはない。瓶に入った手紙、そんなものは知らん。父上が心配しようが、姉妹が、そんなことは関係ない。とにかく今は帰れぬ。その方こそさっさと帰れ、いよいな。ということなんで、はい、早速帰っていきましょう。あ、ちゅうことがあるんでって言ってした。まだうろうろしておったのか。早く帰ると言うたじゃろ。わらは大きなこれにジャボジャボ様の中に入っておるから平気じゃんが、今のジャボジャボ様はすごく変じゃ。ビリビリするクラゲは変な穴なんか開いてるし、おかげで大事な石まで。あ、それはこっちの話じゃ。何か、その方はさっさと帰れ、よいな。いやいや、そんなこと言わずに、そんなにわらわのことが心配か。ならば特別にわらわは名誉を与える。ただし探し物が見つかるまで絶対ここから出ていかんから、そのつもりでな。すげえニコニコ、すげえにこやかなお姫様なんだね。うん、そうなんですよ。だから一回ね、ちょっとね、申し訳ないですけど、クリアは実はしちゃってるっていうところなんですけど、はい、一瞬が画面固まっちゃったんでね。いてはい。でね、今新しいパソコンを注文している最中なんですけれども、まだね、ちょっと来てないっていうこともあるので、ピュッとドゥルルルルン。あ、じゃあ早かったな、早かったな。しまった。姫、沈み、おー、姫が溶けてなくなった。まあいいや、しゃあない、姫は溶けてなくなるものです、世界の常識ということなんで、新パソコンが来るまで、まあなんとかもう一回取ってみているというところなので。そうか、一瞬で溶けてなくなんだな、姫って。そうか、何なんだろう、水に溶けてなくなるってことは。あ、特に別にネタないけどね。で、ちなみに、あれって先になんか、いや、じゃあ、ブレイブの置き去りすることは何事じゃ、男だったら責任が取れーってなんかブチ切れられてるんだけど、はい。うるせえな、だったら離れないで、水の中に入ろうがなんだろうが、溶けずに刺すとこっちに来いやっていう話なんだよね。と、逆切れをしてみる、王子様。あ、ちょ、帰ってくるな。あれだね、女の子に対して行ったっていうのはなんかちょっと問題がある。まあ行っちゃったんだから仕方ないよね。まあ、溶けるほど甘いピッピッピッピーをやったってことですよ。ということで登っていきましょう。ズンズンダッテカパピー。ちなみにですね、パソコンがあまりにもバグりすぎているおかげで、あまりにもバグりすぎているおかげで、残念ながらですね、今耳に音楽が聞こえておりません。なので適当にあれとかって言ってるけど、完全にね、もう全然なんか声ずれてるよってことがあったとしたら、それはそれで、仕方がありません、ごめんなさいってことで、そんな言い訳をしつつ、あと一回やったとはいえね、やっぱね、あ、水が絡むステージは全部難しいんですよ。水の神殿とかもそうだしさ。はい、じゃあ置いて、あっとう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 、盾がねえんだって。ね、ドドンゴの洞窟やり直したタイミングでね、あれなんですよ。やっちまったんだよ。じゃ、あれ。上からさ、あいつ降ってきた。よいしょー。ドドンゴの洞窟をクリアしたタイミングでね、盾燃やしちまったからね、残念ながらね。そうなんですよ。すごい影が、チラ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 出たり出なかったりしてるんだけど、これ大丈夫？うん。よいしょ。うめえ。あ、ちょ、で置いてかないよお姫さん。これさ、ミスってさ、目の前で置いてさ、連打しすぎて、なんだ、置いてったりとかしたらさ、なんか普通にあれなのかな、またやり直しとかなのかな、すげえめんどくせえんだけど、こんなブレイバーなーとかってブチ切れられるっていうね。はい、変態ムシムシさん、
こんな虫ほんとマジでどうなってんのって話だよね。ルルルルえスイッチブルースの面白いじゃん、忘れみたいと思うじゃん。これあれだよね、ブルースの面白さ忘れないけどルト姫の重さだったらなんとかなるよっていうのは、あちょっとあの気持ちしてあいたいたいた姫様アタックえい、めんどくせえからさせてやってまおう。あごめんブヨブヨしてる。おいでやあれ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 でやあ、あれあれ届かない。うん、あもう一丁。うん、オッケー。で、ラストラストと思ったらもう一体いたね。よいしょー、ほいっと、似た、一丁、オッケー。で、もう一丁、はい、はい、おいでー、出ておいで。こいつ、名前なんだっけ、スタルキースだっけ、ピンが。はい、全然違いましたね。スタルキースだ。もはや、あの、あれでも、骸骨の方なんで、はっはっはっ、いい、なんで妖精今使った、あっちゃ、1センチ、しかも、なんでせっかく回復したのにまた結局食らっちまって意味がねー、全くもって意味ねー、何してんだ俺、まあ、こういうハプニングがついてるのはまあ面白かったりするんですけどね、うん、ということで、なぜかパチンコはあの電撃がビリビリしないのに、あ電撃ビリビリ野郎どもには食らわないのに、なぜか、撲殺することができるブーメランだって言うんですよ。おまだれー、ああ C で、はい、遠く離れた敵に対してもぶちのめす。どうしようかな。じゃあ、じゃあバイ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 バカ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 バ、こっちはブヨブヨしてていけないから、ついお姫様をおもし代わりにするというね、もうなんたるブリンだねーってやつなんだけど、ほい、バッシュ、ジュワン、ほい、特殊プレイ、特殊プレイ、特殊プレイ、もう一丁特殊プレイ、あー、なんかもんですよ。うわ、こいつなんか、あれなんだよ、喋るんだよな。このあれがな、触手がいわゆるそのジャブジャブ様をおかしくさせるなんか修行みたいな感じなのかな。まあでもそうじゃないとなかなかあのツジツマンが合わないかと。ツジツマン、はい、そんなあの私の可愛い奥様はですね、あの今日なんか急に LINE が来てですね、お昼頃に、なんだと思ったら、あのこのブレイバーの置き去りにするとはなんだ、男なら責任を取れって、あのめちゃくちゃ怒られている最中なんですけど、いやいや、そんなことではなくて、あれ赤いブイブイ消えてる、切った、赤い尻尾切ったから、尻尾なのあれって、触手じゃなくて、あこれえなんだ、おうおう、時間制限あったっけ、これ、ね、一回クリアしちゃった記憶はもうあの抹消されるという、あー都合のいい男なんです、あやばいやばいやばい、わ割と時間制限が結構ギリギリ、後ろ、ちょ、何してんの、おかしいよね、貫通してんだよ、こいつとも何も、シャブム、あれ切れてないっすよ、切れろよ俺が切れてる、俺が切れてる、これ何、あのダメだったらまたあのあれいっぱい生えてくる、シャブムが、あ来た、ジュワン、頭だけ見えていくスタイルということで、はい、よいしょー、まあお腹の中だからね、それはうにゃだだしてるわっていう話だよね。あどうなんだろうな、実際これでもいい、こんな体ってあんの、なんかこう中でさ、リクトがうにょ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 してるとかってさ、ダンジョンなのにね、こう A ボタンで押したら開くとか、まあ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 、あまりね、あのゲームのところに突っ込みすぎても仕方がないですね。はい、じゃあこっち行きましょう。今行けるのか、あ行けないです、帰ります、バイバイキーン、うるるるるるる、まあ2歳3歳のね、あの子供を持つ親御さんやっぱりね、アイテムがどんどんあのアンパンマン化していくっていうのはもうみんな通ってきてる道ではなかろうかってね。最近はあれでしょ、なんかバグパトロールっちゅうの、あれが結構その流行りというか、なんか結構そのおー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 、危ない危ない、おいでこちら成虫の触手、成虫なのか、
でっかいよね。あ、ジャブジャブさんの死体があれだもんね。リンクよりもでかいもんな。これ開いて、特に宝物出るわけではなく、掴んでお尻キャッチ。よく考えたらリンク力持ちじゃね？自分の体よりもでかそうなさ、こうさ、頭に抱えてこんな軽快に走ってんだぜ。ブリ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 。12歳くらいだとしたらさ、それ12歳だっけ？あ、まあ覚えてないですけど、めっちゃいるわ。これはビリ。あれなのかな？早々に破れたやつなのかな？とりあえずなんかね、そうだった。で、こいつを。ふい。ふい。そう。おいちょ。ふい。おいで。はい。はい。え、なんか出てくる？何も出てこない。なんだよ。金のルピーくらいくれたらいいのに。ルピーって円に換算したらいくらなんだろうな。まあ、この世界の通貨よくわかんないからね。ちなみにインド、え、痛い！こっち死ぬんかい。なんだ、特攻隊かよ。あの、自分の、なんだっけ、あ、自分のなんだっけじゃねえや。あれ、どこだっけ、ここか。だっけ、あああった。よいしょ。いて、低い、低い。いやー、オッケー。で、ほい。あ、ちゃ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 。ああ、なんか食らってくれた。ありがとう。ほい。あ、ちょちょちょ、ういっ、ういっ、オッケー。あれ、今なんか、何かの話をしてたよね。何かの話をしてたけど、覚え出せなくなっちゃった。ういっ、ありがとう、ダビ。よし、じゃあ行きましょう。ズズ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 ン。ゾーラの位置ゲット、クリアー。イエス、ゾーラサファイア、エンゲージの位置。あっちゃ、わらわが探しとったのは早くあそこへ下ろしてたもんね。あの、それで自分の喋り方があのクレヨンしんちゃんに出てくるおかまっぽい喋り方なんだよね。どうやってセックスするんだろうこの生き物。え、なんでルト姫。あ、よかった、やっと見つけた。母上の石、ジャブジャブ様に飲み込まれてしまった時はどうしようかと思ったぞ。食事を運んできたら急に飲み込まれたもんだから驚いてポロリ。でも見つかったからね、こんなとこには用はない。さ、早く連れて帰ってくれ。超わがままじゃん、この女って。いいよーと思うじゃん。ところが、はい、これも一体どうなってるんでしょうね。あの針がさ、なんか完全に体をさ、ぐり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 ってやってんのに、血の一つも垂れてこないんだよね。キャー、なんじゃこのタコはーってね、一般的にその、この我々が住む世界と同じ生物のあれはあるっぽいですよね。タコはなんじゃーって。わー、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 そんなんだったっけ。はい。次回作ではなんか残念な存在になっていたやつですね。船で一突きされておしまい。まあ、別に弓矢でもいいんだけどさ。おら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 、さあ追いかけていこう、追いかけていこう。で、オッケー。あ、ちょ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 。注目してくんない？旅？そうそう。こいつは、大オクタ。こう吠えば回り込むのよ。はーい。よいしょ。いやー、オッケー。あー、向かってくるーということで固めておきましょう。ビヨン。オッケー。あ、なぜかこいつが回っているタイミングであれなんだな。あ、ちょ、ほら。ま、回る、こいつが回るのとさ、真ん中の回転が回るのがなんか、シンクロしてるよね。あ、そんなのはどうでもいいんだけど。届かねえな。いけ。真ん中刺さっちゃう。あれ？ちょ、全然届かない。あ、ちょ、オッケー。あ、ちょちょちょ、は？ちょ、回転切りした、回転じゃねえや、あれがしたかったんですよ。なんだっけ、ジャンプ切り。あおーおーおー、まさかのー、まさかのー。ふい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 。おー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 、危ない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 。あ、どっち来る？どっち来る？こいつにこんな苦労させたくないんですよ。飽きたね、来たね、来たね、来たね。多少のダメージは大丈夫。多少の ダメージは大丈夫ですね。ちょっと離れすぎたな。だからあら、指が滑ってコントローラーグ。コントローラー。間に合わない。あ、嘘やん。ここに来て急な。でも行けない。
反対向いてくんないかな、反対向かないかな、こいつ反対向かないかな、こちら、あ、向かないっすね、残念だな、向かないね、こいつ、こいつご都合主義だな。よし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 、ほい、オッケー、ちゃーちゃかちゃーちゃーちゃーちゃかちゃ、あ、いいね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 、ほい、あ、痛い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 、よくないねよくないね、あれこいつこんな苦労するやつじゃねえぞ、なんならその おじゃんになった、あ、そうそう思い出した、一番最初にしてた話思い出したわ、あのね、なぜかあの HDD がぶっ壊れて、あのそこ、あの録画したそのビデオムービーがそっちに飛ぶようになってるんですよ、で、そうで、あの残念ながらその動画を取り出すことができなくなってしまったっていう事情があって、そうやん、届かない、よしよしよし、そうで事情があって、ちょっともうね、本当にね、ゼルダの伝説時の狩りの一からやり直してたんですよね。あーあー、くそ、むずい、今です、行くよ、オッケー、おしまい、なんでここでハート3つ打てないの、そうだから、またね、あのドドンゴの洞窟とかデキュノキ様のお腹の中とかそういうのを全部やり直した結果、盾を失ってって、だからちょっとね、あの取ってなかったハートのかけらが取れたりとか、なんかあの若干その少しですね、あの中身が変わったりします、黄金のスラッシュの数とかね、そこら辺が地味に変わっているのはあの許してください、あとなんか豆の木植えてみました、はい、豆の木植えてみた、どうしよう、今こいつでいいか、んで、テレレレン、あと、あ、全然いらなかった。HDD がぶっ壊れた時はね、何本だったかな ?3 本か4本くらい動画を撮ってたから、そのカービィとか他のやつとかも含めてね。っていうの、あお、はい、はい、そう、だから、そこら辺も全部撮り直しになってるんでね、多分、いろんな動画で、あと、なんか、謝罪から始まる動画が、になるかもしれないですけど、そこはちょっとご容赦いただけたら、雨あられっていう感じですね。これは、あ、おります。シューン。こんな仕組みなんだよね。あ、でも、あれだよね。やっぱダンジョンって、なんか行ったり来たりする、危ないする仕組みっていうところが、まあ結構重要だったりするもんね。うん。もっと、水の神殿とかさ、何回こう、あれ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 。アコリンしまうって、ああナビのことしまう、ルルルルン、足元に置きます、オッケー、開いて、いやで、ビリ、危ない危ない、ビリ、あれ痛い、ビリ、一応あれなんだな、向かってくんだ、そう、このジャブジャブ様のお腹の中で4つもね入るのは美味しいかもしれないね、よいしょ、登ってたったけぺぴーと、いやー登りきったー、よいしょ、いかパン、なんでめっちゃ登ってくんじゃん、めっちゃ登ってくんじゃん、俺はこっちがいい、おどちん再び、のどちんこいくつだったら、あれなのかな、いろんな茂みがあって、体感を与えることによってクモの巣が除去されて、でビリビリバリバリしていると、ジュオンジュオンジュオン、実際どうなの、現実世界にさ電気ウナギとかいたりするじゃないですか、こんなさ、水中の中にもさ、こう電気ビリビリやめやられーっていうような虫とかって いたりするのかな、そんなのがこう例えば人間の体の中に入ったりとか、えげつないことになりますもんね。さあ、ということで、まあ最初は水中らしくね、電撃旋回中、ベリネイドということで、まあらしくね、まあ、こうちょっと、祈ってますから、あれあれ、ほい、ラスト。おしまい、はい、学生中から剥がしてあげましたよ、これで元気、痛い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 痛
ほい。オッケー。じゃあまずは周りを剥がします。うん。こいつらにもなんか R 危な危なすぞ危なすぞ。もうなんかあるのか？ハリネード。クラゲに守られた。クラゲって言っちゃってる。ガチャガチャ。ほい。オッケー。おお、なんか取り出してきやがった。痛いですね。痛いです。え、なんかクラゲってそんないっぱい生えてくんの？クラゲは クラゲは生えるもの。クラゲは生えるもの。痛いんです。生えるんです。痛いんだな。多分痛いんだろうな。すげえ血をいっぱいダラ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 流してはるんだなと思ったけど、すげえ危ねえ。すげえ危ねえだす。すげえ危ねえだす。逃げるな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 卑怯者。ふい。オッケー。ああ、帰った帰った帰った。ブミナが一瞬行方不明になる。おお、危ねえ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 。よし、オッケー、オッケー。でやー、よし、あとは逃げるか。逃げるか。日本語になってね、日本語になってない。あっ、もう4分の1という優しさ。ああ、もうクラゲは大丈夫。クラゲは倒す。ピー。あえら虫。でけえし。よし、行くぜ。ああ、ちょっとダメです。ほい。よし。おしまいだ。おしまいだ。あ、おしまいならない。そう、マジで。おしまいならない。ピー。ハート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 キャッチクリッカー。ハートキャッチクリッカーはしたところで結局あれで回復するからいいんだけどさ。なんだっけ、ハートの歌。おっしゃー、おしまいだっす。いやー、ボコ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 。いやー、なんかいろんなこう敵が出てくる中で最も気持ち悪い死に方の一つかもしれないね。これ本当苦手な人は苦手だろうね。俺とかさ、うー、気持ち悪かったよ。はい、ということで、まあ、無事クリアすることができましたので、大丈夫ですかね。はい、じゃあ、トゥル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 トゥなんで急に武空術。オートカッタではないか。何をしておったじゅな、この役立たず。ちょっぴり心細かったじゅな。はい、ツンデレ姫完成でございますね。まあ、いい感じの収録になったのかなと思います。はい。前回、前々回、前々回、前々前世。はい。意外とおっぱいあるんだな。うん、まあ、そんなのはいいけど。なんだっけ、ドドンゴの洞窟はパート分けたもんね。パプワーじわじわじわ怖い。そうなった、思ったよりかっこよかったぞ、ちょっぴりんな。ま、助けてもらったのだから何か礼をしてやってもよい。何が望みじゃ、言うてみよう。いや、まあ、別にないっすよ。遠慮はいらないぞら。そなたの気持ちはわらわにはお見通しぞら。このサファイアはわらわの夫となるものに授けようと母上にいただいたのじゃ。いわばゾーラのエンゲージリング。よかろう、そなたにわらわの一番大切なゾーラのサファイアを授ける。なぜか背面を泳ぐことは、これってあれでしょ、つまりキングゾーラからのお下がりとも言えるってことでしょ。キングゾーラがあそこまででかくなっちゃったから、もうこれ使えねえわってなって外してで、仕方ねえ、よし、じゃあリンクに貴様にやるよみたいな。怖えな。ということで、チャー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 、ゲッチュー。ゾーラのサファイアを入手、ゾーラ族に伝わる水の精霊石。一番大切なもの？よくわからないけど、ついに3つの石が揃ったゼルダ姫の元へ戻ろう。はい。父上には内緒ゾーラ。じゃあ、これで、子供時代は、無事終わりですね。まあまあ、また戻ってこなきゃいけないんですけど、一旦、ミッションクリアということで、どうしようかな。どこまで行くか。今からやることって俺の中で思いつくの今のところ一つなんだな。はい。ほら、一番大切なもの役に立ったぞら。うふふ。
ここからは、あ、喋れないんだな。いい？あー、ごめんごめんごめん。ちょっと、なんか登れないんだけど。よし。いい、喋る。おー、ブリューポッツよ。夢を助けてくれたそうじゃな。感謝するぞら。そんな、言葉じゃなくて、ちょっと物物品でよこしな。はい、ということでね、今回は、無事にゾーラ族を助けたことが、ゾーラ族って言ったらなんか広すぎるな。まあ、はい、ジャブジャブ様のお腹をクリアすることができましたということで、一旦こちらでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。次回、大人に、変貌を遂げていくリンク、さてその姿いかにということで、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちいただけたら幸いです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。